旧コリーナ・デ・ルナゴルフコースという月形町にあるゴルフコースなんですけれどもここはですねえ月形町の議会で明らかになりました私もその議会の答弁を見てですね今画面に出ておりますけれどもこの答弁を見てあ香港の企業に売買されたんだというようなことで、まあ、このようにですね写真で見ると荒れ放題ここもですね 一切手つかずの,、まあその状態になっているんですがここは何が問題か当別にです、ね、北海道に6つの非常に重要なレーダーサイトがあるんですけれどもこのレーダーサイトを、まあ、すぐそこで見えるという場所で,です、ねまあ、高台で開けていてゴルフ場で景観がいい景観の真正面にです、ね、レーダーサイトがドンとあると。 そういう場所を買われて、しかもずっとですね、放置されたままのゴルフ場なんだと、これはやっぱり安全保障上どうなのかというようなところ、ここが買われている、これそしてですね、まあ、杉町でも、これちょっと問題だよねってなっているのに、そのまま何も手を出せないでいるというゴルフの場なんですけど、これはどうでしょうかね。また,またもやちょっとキーワードというか、あのレーダーサイトの近くっていうのが。うん うん、出てきましたね。ちょっとですよね。<laughs> どんどん広がってそういうのがね、情報としてこう蓄積されていて、ちょっと私もえ北海道本当にやばいなっていう危機感がすごいです。<laughs> <laughs> まあそれでですね、ゴルフ場を買われたらどうしてええマズいのか、我々はまあいろいろなグループでですね、この問題を調べていますけれども、なぜゴルフ場が買われたら 問題だと思っってていいるのかっていうの分かかかうりますかどこら辺だっていうのをいろいろ当てずっぽでもいいんですけどゴルフ場はなぜ買われたらやばいのかと思いますゴルフ場っていうと特徴としたら広くて開けててっていうなんか資源先ほどの水資源なんかもあったりとかそういうところとかも何ですかね、うん、あとは見晴らしがいいとか素晴らしい <laughs> 非常にいいところをついてますまず一つ目はですね これは別の視点で観光資源というのはお金を生むものだと。で日本国民が所有していていろいろな方が来てそこで利益を上げるというのは、まあ、経済的に日本人にお金が入って、まあ、その地域も潤う,うということでこの,けその観光資源というのは大切に育ててい,いかなきゃいけないとこれはまあ地域の宝だと思うんですけどもしこれがですよ、まあ、外国の人に買われたと。で 外国の人が外国人、自分の国だけの観光客を呼んで、そこで自己完結的にお金を使われて、帰っていくと。で、利益はその中国の方にもし外国人だとしたら、外国人が中国人だとしたら、中国人の経営者だけにお金が入って、この資源を外国人が使って、外国人が儲けて、日本人は全くプラスにならないと。 いう可能性があるということがまずですね、一番問題で、僕は日本人として、こんないい資源を外国人に取られて、好き勝手営業をされて、そして気づいたら、あの人たちだけ,とだけしか得してねえじゃないかと、我々は何をやっているんだという状況になりかねない、これが一番まずはですね、まあ、経済的に見て問題だと思うんですけどどうでしょう。 外貨も稼げるところだったりとかするところもあるのにあの全然そこにあるだけである場所の北海道の人たちは何も得しないしかも危険になっちゃうみたいな、うん、どんどん悪い方向に行っちゃいますよね、うん、で二番目にですねこれは台湾で起こったことなんですけれども中国人観光客がどん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 そのいろいろなエリアに入って爆買いをしたり その合意をするという時にその地元はですね中国人観光客様々になってですね中国人の観光客や中国人からのお金なしではその地域が成り立たないぐらいですね中国依存の、まあ、その経済体質になってしまうようなエリアがたくさんできてですねである時中国はどんどん手を引いて いや、やっぱり中国そこに行くのもやめたって言った時にですね、その経済がもう崩れかけたと、地方の。それで実は、いや、もう一回さ助けてあげようか、みたいなですね、いろいろな駆け引きの中で、超中国審判の方がたくさん増えてしまって、いやいや、中国の味方した方がいいだろうとか、中国人様様なのに、お前は何言ってんだと、中国人様のおかげで、これだけ贅沢ができてるんじゃないのかっていうですね、 中国進派がわーってできて、まあ、一時ですね、中国に近い政権が台湾でできたというのは、実はそういう経緯があったんですけれども、それをですね、北海道に当てはめると、中国人様々の自治体が、今、どん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 できつつあったんですけれども、コロナでちょっとですね、停滞をしてますけれども、またそれが始まった時には、中国人様の言うことなら何でも、みたいなですね、 経営者だとかあ、そういうような、まあその住民が増えるという危険性があって、それは将来的に何になるかというと、もしかするとですよ、その地域で、その外国人に、そこに住んでいる外国人には、全部住民投票権を与えたらいいんじゃないのかと、中国人だってみんな仲間じゃないのかみたいな話でですね、 中国人にとって有利な条例だとかあ、そういうものを地域で作られればですね、知らない間にそこの自治体では中国人の首長が聞化したですね、日本人に。できてしまったりですね、<laughs> これとんでもないことが起こり得るということで、 この点もですね我々は注意をしなきゃいけないと観光資源というのは地元にドンとお金を落とすという側面もあるので逆にそれを利用されるというそういう危険性があるということもですね指摘しなきゃいけないんですけども,どう,でしょう,もう今あのお聞きしてそうかっていうちょっと仮点がいくとと,ともにこのあそれってもしかして。あの 中国のなんか爆買いみたいのが一時期すごく流行ったりとかして、うん、沖縄の、ね、方なんかがコロナになってから今自利品で大変だなんていう話も聞いたりとかしてたので、うん、あれちょっと北海道もそうだけど日本結構あちこちもしかしてやばくないって思いましたその通りですこれは北海道の話をしてますけれども日本各国のゴルフ場相当買われているのでそういうような状況も頭に入れてそうなるとは限りませんよそうなるとは限りませんが 行政と政治家あ、まあその、まあいろいろな経営者というのは、こうならないようにするにはということで、最悪のシナリオを想定して、そうならないように動くのが危機管理なので、今の状況だったらこうなりかねないということはですね、ぜひ頭に入れて危機感を持ってもらいたいんですが、なかなか政治家も行政も動かないというのが歯がゆいんですが、で、次なんですけれども、ゴルフ場というのは、 水資源や森林資源というものがかなりあるということで、そのゴルフをやる人はわかるんですが、池、ウォーターハザードという池があったりですね、その水資源が豊富な場所にゴルフ場ができるということなので、そこには大体水が湧いてると。この水っていうのは非常に重要な日本人の宝であり、 その地域にとっての非常に必要な資源なんですけれども、それが抑えられているっていうことは非常に危険で、さらにですね、まあ、あこの木全部切っちゃおうみたいなんですね。 木もですね、森林も資源なので、で、今ですね、中国では森林の、まあ、木がですね、相当枯渇をしていて、いろいろな国から森林、その、まあ、木を運ぼうとしているというのが分かっていて、まあ、九州の方ではですね、どん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 木が中国に運ばれているという事態に陥っている中で、北海道だって一言じゃないだろうと。これ分からんよ。だって全然このゴルフ場使ってないんだもんと。 その中で使えるものを何かって考えたら、まあ、これ、木売れるようなと <laughs> いうですね、思考回路も持って、水資源だとか、まあ、木の資源、これがどーっと奪われる可能性があるということも、まあ、非常に慎重にならなければならないと。で、次なんですけれども、先ほど、まあ、増田さんが言ったように、非常に見晴らしのいい場所があると。そこは、町、まあ、を一望できたり、 港を一望できたり、ああ、ゴルフをやっててよかったなと、こんな綺麗な大自然の中で、まあ、ゴルフができるんだということで、まあ、非常に景観のいい場所がゴルフ場だということはですよ。これは、まあ、逆の見方をすると、非常に重要な施設を見下ろせるだとか、街も何かそのターゲットを見つけたら、そこを狙い撃ちできるような場所だということで、 この安全保障上ですね、そういう場所にかなりですね、問題のある場所にゴルフ場があるということで、実は今日は言いませんでしたけれども、自衛隊のですね、その演習場のすぐ隣はゴルフ場みたいなとこが結構あるんですよ。で、中国のその方たちが買ったであろう、合資会社とかちょっとわけのわからない形態でですね、うやむやされているので、中国だとは断定できないまでも、 日本人って合資会社とか合同会社とか、まあ、そんなあんまり作らないので、これはちょっと怪しいなという形態で、ゴルフ場がばっと買われているというようなこともあるので、そういう意味で、安全保障上、ちょっと景観が良すぎるだとか、まあ、その位置的にちょっと問題があるというような場所を買われる可能性があると。